生まれて一つでタッチ二つで喋って三つで乳離れ七つで初恋九歳で交換日記十歳でお赤飯十一はゾロ目君の名前はサロメあなたの名前はヨカナ一人ぼっちよりもマシだから愛してる十二で声変わり十三で登校拒否十四で家庭内暴力十五の夜あなたの名前はヨカナ一人ぼっちよりもマシだから愛してる二十四で振られて二十五で自殺未遂二十八で結婚二十九で妊娠になりバイト先に就職32で店長33はゾロ目君の名前はサロメあなたの名前はヨカナ一人ぼっちよりもマシだから愛してる35でパー若いバイトの男の子に口説かれたわまだまだ捨てたもんじゃない39で一年おき自分の店オープン42で軌道に乗り44はゾロ目君の名前はサロメ一人ぼっちよりもマシだから愛してる従業員の女の子に手を出して浮気妻に無視されて息子に殴られた子供は東京に行き時間の仕分けも行き55はゾロ目君の名前はサロメあなたの名前はヨカナ一人ぼっちよりもマシだから愛してる劇が悪くなり俺の店は潰れ愛人はさて59でガン実家に戻って母と二人の生活たくさん話して親子喧嘩もした一緒の布団に入って眠ったちょっと照れながらくっついたりもしたある朝目が覚めて横の母を見ると動かない息もしてない母は眠ったまま天国にいたあたし6566はゾロ目君の名前はサロメあなたの名前
ぼっちよりもマシだから愛してる。暇を持て余して通販にはまり、ちょっと試して返品、オペレーターが唯一の友達。長きにわたる闘病生活、一心一体ガザイモが唯一の友達。風の噂によれば息子は結婚し、子供も三人、7歳と5歳と2歳。会ってみてえもんだな、息子にもバコたちにも。ある日突然インターホンが鳴り、息子家族がやってきた。息子と語らい、孫たちと戯れ、おじいちゃん年いくつ、77はゾロ目。君の名前はサロメ、あなたの名前はヨカナ。一人ぼっちよりもマシだから愛してる。たまに孫から電話くる、ひ孫ができたらしい。ご飯食べたの忘れ、風呂に入ったの忘れ、元妻の名前も忘れ、88はゾロ目。君の名前はサロメ、ぼっちよりもマシだから愛してる。親戚が集えば誰が誰だかわからない。なんか疲れたから寝よう、なんか疲れた寝よう。ここは天国かしら、それとも地獄かしら。私は誰かしら、99はゾロ目。君の名前はサロメ、あなたの名前はヨカナ。一人ぼっちよりもマシだから愛してる。
目